皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、今回は未来を表す文についてお話しします。未来のことを表すとき、動詞の前に be going to をつける主語プラス be going to プラス動詞原形、こういう形があります。be going to の be というのは be 動詞のことで、 I だったら I am going to、 you だったら you are going to、 he だったら he is going to、 とこのようになって後ろに動詞の原形が来る、こういう形があって、もう一つですね、もう一つは動詞の前に will をつける主語プラス will プラス動詞原形、とこの形があります。つまり主語プラス be going to プラス動詞の原形と主語プラス will プラス動詞原形、この2つが未来を表す文だということです。主語プラス be going to プラス動詞原形、この形はあらかじめ計画しておいた予定とか未来、こういう時使うんですね。こういうことを表すとき使います。例では、ケンは来週京都を訪問することになっていました。ケンは来週京都を訪問する予定ですという意味ですよね。あらかじめ計画しておいて京都に行くということなので、 be going to を使って Ken is going toVisit Kyoto next week、ね、Ken is going to visit Kyoto next week、 このような英文になるわけです。主語足す will 足す動詞原形、この形はその場で決めた予定や未来、何々するつもりという強い意志のある時、または何々になるだろう、こういうことを表す時に使います。例で言うと、私はベストを尽くすつもりです、絶対ベストを尽くすんだという気持ちが入っているとき、 will を使って I will do my best、 I will do my best、 こう言います。括弧に明日は晴れるでしょうと、ね、天気やなんかのときには、ね、計画なんかできないですよね。来週の木曜日はじゃあ天気どうしようかなって計画できないんで、天気の時には必ず will を使いますね。明日は晴れるでしょうは It will be sunny tomorrow、 It will be sunny tomorrow、 そして will を使って明日晴れるって言った時には、ね、ほぼ言ってる人は 100% 近く晴れるんだって信じて言ってます。じゃあ晴れるかもしれないって時には同じ未来ですけど、どう言ったらいいかというと、 will じゃなくて may を使って It may be sunny tomorrow、ね、晴れるかもしれないな、なんてこんな言い方をすることもあります。今回は未来を表す文2つ紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。